まずはこちらの画像を見てください。先日の隠しチャレンジにて空高く飛び立ったはずのシオナの宇宙船がミスティーメドウズの裏の山の人目につかない場所にひっそりと着陸しています。そしてなんとこの宇宙船のハッチが開いており宇宙船の中にいたはずの緑髪の男の姿が消えてしまっています。隠しチャレンジにて宇宙船を修理した後空高く飛び立ち 宇宙へと向かっているように見えましたので個人的にはこの宇宙船は別の次元へ飛び立ったのではないかもしくは古代人であるシオナが時空を超えて飛び立ってしまったのではないかと考えていましたが実はマップの北から南へととと移動したただだけだっいいいいうとんでもないオチに正直驚いています。いや本当にマップの北から南へ飛んだだけだったのでしょうか この宇宙船をよく見てみると、前回修理した3つのパーツのうち、推進エンジンとバッテリーパックの2つについては特に問題がなさそうなのですが、こちらの修理したはずの耐熱シールドがまた剥がれてしまっています。ということは、別の次元もしくは別の時間軸へ飛び立とうとしたが、耐熱シールドの破損により飛び立つことができずに、このミスティメドーズの裏山に 宇宙船を着陸させたということも十分考えられると思います。しかし、シオナとこのシオナのパートナーである緑髪の男性は一体何の目的でこの次元、この時間軸のフォートナイトの世界にやってきたのでしょうか。その鍵を握るのがこちらのスチーミー・スタックスで見つかった謎の石。この謎の石は9月に全世界で公開される映画。 テネットと関係のあるものではないかと海外で噂されており、実際5月にはフォートナイトのパーティーロイヤルにて映画テネットの予告版の上映が行われており、6月にはパーティーロイヤルにて映画インセプションが全編無料公開されました。このインセプションという映画はクリストファー・ノーラン監督が手掛けたものであり、9月に全世界で公開される映画テネットも このクリストファー・ノーラン監督が手掛けたものなんですよね。フォートナイトは以前より映画テネットの公開に向けて何らかの準備をしていたことがわかります。そして実はフォートナイトのストーリーはチャプター1のシーズン10まではコラボはあくまでコラボであり、フォートナイトのストーリーはフォートナイトだけのストーリーとして完全に2つに分かれており、コラボした作品がストーリーに絡むということは 一切ありえなかったのですが、チャプター2に入り、そのシーズンにてコラボした映画のストーリーが、フォートナイトのストーリー上に一部組み込まれるようになっています。例えば、チャプター2シーズン1では、スターウォーズとフォートナイトのコラボが行われており、当時、チャプター2シーズン1では、エゴ vs アルター、人間の自我とダークサイド化、闇落ちしたアルターエゴとの対立が描かれていました。 映画スター・ウォーズは SF 映画でありながらライトサイドのフォースやダークサイドのフォースといった人間の精神について大きく取り上げている映画でもありネタバレになってしまうので詳しくは言えませんがスター・ウォーズに登場するとある人物がダークサイド化してしまうというそういったストーリーが隠されていますそしてフォートナイトでも人間の自我とダークサイド化した アルターエゴたたちとの対立が描かれていましたさらに、チャプター2シーズン2では、映画デッドプールとコラボを行い、コラボしたスキンであるデッドプールが、ニャッスルのいたザ・ヨットを襲撃し、ニャッスルが闇落ち、ダークサイド化し、シャドウになるという事件も発生しました。さらに、現在のチャプター2シーズン3では、映画アクアマンとのコラボが行われていますが、映画 アクアマンに登場する海底都市アトランティスを模したと思われる古代都市コーラルキャッスルが登場しておりコラボした映画をうまく宣伝するとともに映画に登場するストーリーをうまくフォートナイトの世界観に投入するという今までにない革命的な手法をとっていますということは今回コラボするであろう映画「テネット」のストーリーを読み解けばこのシオナの目的も おのずとわかってくるのではないでしょうか。映画テネットはまだ公開されていませんので、詳しいストーリーについてはまだわからないのですが、予告編を見る限り、第3次世界大戦が始まらないように、時間を巻き戻し、未来を変える、そういったストーリーになるようです。そして、ここで思い出してほしいのですが、現在、フォートナイトの世界に現れたシオナは、古代人であり、 この宇宙船は古代、要するに過去からやってきているんですよね。そしてコーラルキャッスルのそばにあるコーラルバディでは、石器時代から現代までの様子が隠しミッションとして描かれており、先日の隠しミッションでは、なんと核実験が行われてしまいました。前回の考察動画にて海底都市コーラルキャッスルは、 文明の暴走により滅びてしまった街ではないかと考察していましたが、コーラルバディでの核実験と合わせて考えても、やはりコーラルキャッスルは核実験などの文明の暴走により滅びてしまっており、人類が同じ過ちを繰り返さないように、このシオナが宇宙船に乗って現れたのではないでしょうか。スチーミースタックスの地下に現れた謎の石。この石が 映画「テネット」のコラボに関する意思だとするとこのスチーミー・スタックスにて今後何かとんでもないことが起こるのかもしれませんスチーミー・スタックスではキューブの液体のエネルギーを利用した発電が行われておりこのスチーミー・スタックスが原因でフォートナイトの世界が滅びてしまうのではないかとチャプター2シーズン1の頃から何度も考察していましたがこのスチーミー・スタックス スチーミー・スタックスの暴走、暴発を防ぐため、古代人・シオナが過去からやってきたのではないでしょうか。しかし、ここで矛盾する点が一つ。なぜ古代人・シオナ、過去の人物であるシオナが未来に起こることを知っているのか。もしかすると、シオナはこの宇宙船発射の時に未来へと行っており、そして未来にてフォートナイトの世界の破滅を見てきたため、 また、こちらの世界に戻ってきたのではないでしょうか。そう考えると、なぜあれほどまでの発射をしときながら、着陸したのがミスティーメドウズの裏山だったのかという、当初の疑問もすべて解決します。シオナはミスティーメドウズに飛んだのではなく、未来へと飛んでいたのではないでしょうか。シオナが見た未来の世界とは、一体どんな世界だったのか。フォートナイトの未来は、 シオナのの手にかかかっているのでしょうかそれとも我々プレイヤーの手にかかっているのでしょうかそう未来はあなたの手に未来はあなたの手にあなたは正しい選択をすることでしょうグッドラック。